ッチ、はい、梅宮達夫さんと京都ロケをした時、はい、スタッフの指示でやたらと歩かされ途中で梅宮さんの機嫌が悪くなった。そうかな。その後に入ったお店では中華ちまきを口にするなり、はい、無言でトイレに駆け込み、はい、一時現場は騒然と。僕らと原口あきまさ君と梅宮さんとあと杉本彩さんとこのメンバーで京都をブラブラしながら美味しいお店を紹介する。で地元の京都なんで杉本彩さんがいろいろ案内していただいて、普段は取材拒否のお店も彩さんがアポなしでロケやらせてくれみたいな、そういう企画だったんですけど、まあ始まる前からちょっとご機嫌は麗しくなかったんですよ。何日か前に腰痛が出たって感じで、あんまり歩く言ってたんですけど、でそのこの番組のディレクターさんがやっぱ街ブラですからある程度のストローク取るんですけど、この距離がアベレージで大体300メートルぐらいあるんですよ。でこういうロケ慣れてる僕らでもこれちょっと長くないかなとか言いながらずっとやってたんですけど、何回も何回もこうぐる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 回ってるうちに梅宮さんの表情がどん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 険しくなっていって、もう後半カメラ回ってるのに腰が痛えな、どうせ撮っても使わねえだろとか言いながら歩かれるんですよ。まあ漏れちゃう、漏れちゃう、そうそう。でもあんまり我慢できなかったでしょうね。もう中盤にディレクター呼び出して、うん、俺は自分が楽したいから言うんじゃないんだ、うん、使わない絵を撮るんじゃねえよみたいなことをバシーンって言われて、で現場がピキーンとなった。ディレクターも若干白目向きながらやらなきゃいけないんで、なんとかみんなで行ってたんですけど、そこのタイミングであやさんの同級生がやられている中華料理屋さんに行ったんですね。なるほどなるほど。でそこでそのご主人が開発した新しい新メニューの新中華ちまきみたいな、こんなのみんなで試食しましょうっつっていただきますと。で最初に海宮さんが一口口に入れた途端と口を押さえられて、そのまんま無言でトイレに駆け込まれた。ディレクターも前に怒られてるからもう言いに行けないし、うん、マネージャーさんも行けないし、うん、僕らなんかもう動けないんですよ。まあそうですよ、ただ芸能界のバイソンですもん。もうね、なんか変なものが混入されてたのか、なんだかもうよくわからないっていう状態で、もう私めっちゃ気悪かったんですよ。そう、まあそうですね、友達だし、で友達の方も顔面蒼白になるし、僕らもいやそんなまずいもの入ってなかったんじゃないですかねとか、だから5分ぐらいしたら海宮さんトイレから出てきて、もう一回席に着いて普通にカメラに向かって、いや実に美味しいねとか勝手にロケを再開されだしたから、もうさすがに本堂で何ですか今のと。どうされたんですか梅宮さんっつったら、いやあのここの差し歯取れちゃってさ。でその後歯医者さん紹介してあげて、ロケならないから、もうどんだけ自由なおっさん。いや青山さん、はい来て、はい進んで進んで、あ通ってみて、進んで、あー捕まっちゃった。なんすかこれは。このなんかロケ云々じゃなくて、このスタッフの多さに今ちょっともう。これでも今日は少ない方よ。ダウンタウンさんがおったらもっとすごいよ。博多華丸大吉、福岡を代表するお笑い芸人児玉清のモノマネで一躍人気を得る。特番の打ち合わせと称しネタ帳を持参してもらった。ネタ帳を出してここにコンペンと出して、いやそれがネタ帳出して言おうと思ったんですけど、ネタ帳ってあんまり僕ら作ってないんですよ、はい、みんな書いてるよ。まあ それに変わるようなものは持ってる、そう持ってこいって言われるんで、ネタ帳じゃないんですけど、児玉さんの、うんうん、あの僕あいう作文やってるじゃないですか、はいはいネタね、だからそれ単語帳じゃないですけど、あからこうすると、まあ言うたら児玉さんのこれが言うたらネタ帳だ、児玉さんの、児玉さんのネタ帳、児玉清のモノマネ用というネタ帳、あいうえお作文を用いたその中身とは果たして。あすげえ、これであ書いてる書いてる書いてる、これだ、これで R1 優勝したんだ、ね、まあまあそうですね。ああなるほど、まあ、R1 の時は他行までしかやってないです、うん、あ増えたんだ、もう今は50音全部50ゲームパッていくよ、はい、さあさあ3番に白が飛び込んだ。3番でテクガイエアスではない。徳川家康とお答えいただきたかった。そうなんです、つながる作文なのでこう徳川家康なんて間違う最高じゃおかんやろ。いや山口県からお越しの方に問題。おー書いてる書いてる、ゆう
雪国や酒よなどのヒット曲でおなじみの青森県出身の歌手といえば、よよし行くぞ結構すげえ。OK。でも児玉さんは実際福岡であんま受けてなかったんですよ。僕ら的にはもう4番手か5番手ぐらいのモノマネで、そんな人なの。それよりももう鉄板で大爆笑を取れるモノマネを花丸君一緒にやってたんで、はい、それぐらいそっちみたい。じゃあバッテン荒川さん、バッテン荒川さん、じゃあ僕が彼氏ということで、はいはい、お前彼女ね、あ、分かった分かった、デートに来てよ。ほんだね、はいはい、遅いなあ、いつ着くのやろな。はいはいはい、またしてごめんしゃい、バッテン荒川よ。なんでバッテンさんで来るん。はなして、はい、聞いて、はいよ、見て、はいよ、ピラーッとバッテ柔らかいよ。いや、ようやなくて、カラオケ、ごめんなさい、一回止めていいですか。もうね、花丸くんのね、ピラーッとでもう九州のお客さんとかこんな静寂にやってるんじゃないんで、またエリスパが全部滑りました今。初めて滑りました。びっくりです、本当です。ちょっとバッテンさん以外は何か他ですか。博多のラーメン屋シリーズっていうネタが。おビーン2杯、あ、すいません、片ラーメンでお願いします。片、お前も2片。はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません、はい、替え玉ください。玉、お前も玉に、あ、すいません、どっちも片面で硬い玉。これはね、知らんけど面白い。ネタ帳検問はまだ。九州が生んだ大スター、博多華丸大吉。ね、今年もわずかというか、また新しい年を迎えるということで、ですよね、また一つ年を取るわけですよ。まあそうなりますよね。やっぱそう考えるとね、やっぱ若がりたいですね、学生時代に。え、いつぐらいに。まあ中学ぐらいがいいんじゃないですか。中学いやん、なんだって俺中学の時あだ名捕虜って呼ばれてた。それお前だから。すいません、本当にいやいやのね、学校戻りたいっつっても勉強がややこしいでしょ。だって勉強はもう本文ですから。それ大人って思うんやけど、はい、中学高校で習ったことって大人になって実社会で使わんことばっかりやん。どういうことです。なんなん、例えば科学とかで無理やり覚えさせられたでしょ、はい、水素と酸素を足すと水になります。あったあった。そんなもん蛇口ひねれば出るやん。いや、そりゃそうだ。なんであんなに無理やり覚えさせるの。まあひねた中学生ですな。いやいや、数学でもあれですよ、うん、例えばあの図形の問題中のこの四角の透明な箱が出てくる問題、はい、皆さん覚えてます。やったね。なんか知らんけどさ、問題解く前にこの四角いのがまず最初斜めにこうまず切ったのこう変にさ問4ぐらいになったそれなあ。絶対もらえる。いや、問題解く前にさ、実社会でこの四角いのは何ですかと。何ですかと。例えばこれお豆腐だとしましょう。こんなん切る。いやいやいや、なんでこんな斜めに。それあんた冷ややこやってネギのしたらネギがボロッと落ちるから。まあまあ、カツオ節が何ショットですか、ですか、あんた。多少水分でへばりついてません。その気持ちは端折っていいですよ。いや、そうなりますか。書くことないんですよ、はい、それ勝手に来て無茶な要求してくれやろ。この時の断面図の面積を求めよ、うん、偉そうに求めよ、うん、なんであんな言い方するの。僕一番やこしいのは物理。物理とか難しいよ。重力加速度の問題ですか。どんなやつ。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄球を落とします。危ない。落下速度も求める前にベランダからあんた何しようとないっつよ。ねえ、そういう理系の先生って暗い方が多かったでしょ。だから授業も頭に入らんかったっていうのもある、ね。まあ、確かにイメージ的に理系の先生は、うん、ね、まあ、陰気な先生が多いってイメージ。だからもっと明るい先生やったら俺も人生変わってたかもしれないなと思うね。先生のせいですか。まあ結局はそうかもしれません。じゃあ先生がテンションが高ければあなたの身になってた。いや、もちろんなってたと思いますよ。じゃあ例えば、はい、カビラ J さんが物理の先生ならばあなたの身に。いやいや、もちろんそれはなってたと思いますけど、カビラさんサッカー以外でも大丈夫なんですよ。じゃあぜひちょっと物理の授業お願いしますよ。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄球を落としてもいいんですか。いいんです。5階の上から中村俊介、下にはトゥーリオだ。いや、松さん、誰が松木するか。いやー、うまい。あ、総武士さんがナンバーショットです。わー、九州だから。花丸大吉様、自信ありのネタ、やや新ネタ頼む。俺のギャラが上がんないんだ。お前らのギャラ、ギャラは半分でお願い。これ直筆ですか。マジっすか。
いやもうめっちゃ鳥肌立った。どうする？やや新ネタというか、やや自信ありの新ネタは実はあります。たけしが今一番見たい芸人、頼れる明太お兄さん、博多華丸大吉。よろしくお願いします。大吉と申しますよ。よろしくお願いします。今日はちょっとご相談がありまして。何でしょう何でしょう。飲み会とかでですね、いつも同じメンバーで飲んでるとですね、話すことがなくなるんですね。なんかないですか。いや満面の笑みでありがとうございます。はいはいはい、まあね、ただそういうことあるけど、どういうメンバーで普段飲んでるの？近所のガソリンスタンドの店長とですね、はいはい、銀行の支店長とですね、地元の地主のおじさんが多いですね。とても芸人さんと思えないラインナップですけど。ちょっと地元で飲むことが多いでね。はい、でもそういう時って他の人たちは何でしょう、ゲームとかやってんじゃないの？こういうのと女の子が好きそうなものしりとりとかね。それでもう無理やり言うことによって何でしょう、おっさん同士の会話にもちょっと華やかが。確かに色気がないからね。やってみようか。女の子が好きそうなものしりとりのリ。リ。うわ。リ。リップクリーム。おー、絞り出したね。なんとか出しました。いい。む、む、向井治。む、む、む。むむむ。ずるいずるい。ずるいよ。いやいや。あなたムムムで会話するのやめてもらえないですか。いやいいのいただきました。いいですよ、楽しいですよ。じゃあもうこれでお別れ。いやお別れじゃないよ。そういう飲み会楽しいけど一個だけ僕気をつけてほしいのあるんですよ。というのもそういう時って必ず一人はいるの。明日本当は朝早いから帰りたいけどみんなが盛り上がって帰るって言い出せないっていう、そういう人たちのことも考えるべきですよ。そしたら帰るバイト言ってさっと帰ったらいいさ。いやでもほら先輩とか上司とかがいたらなかなか言い出せにくいでしょ。なるほどね。だから今日ちょっと俺練習していいから。あの飲み会は僕が自然にこのフェードアウトするから、あなたちょっと上司としてちょっと飲み会開いていくんだ。上司の宴会をしたで。そうで不自然だなと思ったら捕まえていいから。わかりました。じゃあちょっと宴会やってみる。はい。乾杯。乾杯。ああ今日のビールは格別うまかったさ。いやー昨日のビールより美味しい。果たして明日は今日より美味しいでしょうか。養豚したな。飲みそう。すみません。そろそろ僕時間ということでこの辺で。はい。あんた途中で抜けるやら、あんた今後どうだんだ、あんた。すみません。まあ、確かにあんた前半調子悪かったもんね。はい、特に7番ホールのあのダブルボギーはひどかったね。だってあんたの実力やったらすぐ取り返せるけ、はい。ガソリン場入れましょう、ガソリン場。はい、あんた何の、はい、ハイボール飲めよと。ハイボール、はい、ハイボールとビールダメやね。やっぱ酒のちゃんぽんと親の意見を後から聞いてくるけんね。ハイボールにある、ちょっとあのソーセージかなんか焼いちゃってん。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。ね、ここどこですか。ゴルフ場のレストランよね、なんでゴルフ場で宴会やってんの。いや上司の開く宴会ってなんとなくそうイメージがね。かもしれない。ほらゴルフの途中で抜けるなんていう俺そんな非常識な男じゃないし。そうよね。ちょっと場所変えてくんない宴会場。違う宴会場で。違うのでやりましょう。じゃあお願いします。いやあんたと飲むやら久しぶりやね。あもう私はビールはようございます。いやあの数値の方がいや低い低いと思って高いのが尿酸値とプライドですな。私はあの焼酎焼酎。そろそろ僕時間ということでこの辺で失礼を。あら、はい、あんたひろのりくんやろ。あ、はい、うわー大きくやったね。やっぱあれやね、よその子とゴーヤは育つのが早いね。すごい。やったんだ新郎新婦。ごめん、はい、ここどこ。結婚式場ですよ、うん、はい、披露宴会場だろうなっていうふうに感じたけど、うん、俺披露宴の途中で帰るっていうような非常識な男じゃないんで。そうよね。ちょっとグラスオッケーけど、はいはい、場所変えて